こんにちは。イオシスウェブラジオです。お久しぶりです。今回はですね、まず1トラックネタを聞いていただいて、それからトークをしていきたいなと思います。で、今日流すトラックは何でしょうか。はい、月刊イオシスよボリューム5からジングルトイレです。入ってますか。入ってません。入ってますか。あ、どうぞ。入ってますか。4人目。これ以上入れません。よし。はい、ということでジングルトイレですね。懐かしいですね。これ2005年じゃないや、2000年。2005年は今年ですね。2000年1月1日発売になった CD でした。そうですね。やっぱ、あ、博士です。あ、博士よろしくお願いします。なんかね、やっぱね、僕はこっち系のが得意ですね、きっと。追い詰め系。追い詰め系。追い詰め系。もう明らかに、でもこのすごい作りがいいのは、はい、4人目って言ってもう入れませんみたいな、入ってくるじゃないですか。 あの辺はすごいセンスを感じます。あの一言があるかないかは微妙に違うし、4人言わないっていう、1人だけっていうところがまたこう4人入ってんのか、4人目の人かっていう、はいはいはい、出て入って出て入ってを繰り返して4人目なのかっていう、その微妙なね、こうシチュエーションをあの短い中で考えさせるところが深いな。深い、深いですね。そこまで深く考えて作ってないですけどね。あれはね、そこがね、また素晴らしい、その制作者の意図とはね、別のところはすごいですね、やっぱりね。その辺どうだったんですかね。出演しています、有馬 Y さんのマネージャーさんの方に今日はゲストマネージャーさんの方、はい、はい、マネージャーです、はい、マネージャーさん、今日はよろしくお願いします。ゲストに来ていただきました、はい、あの今のトラックにもね、出ていただいてました。そうですね、あのこれ以上入れません的な。そうですね、周りで、どんだけ入ったんだったら。まあそこまでね、深く考えてないですよね。あれもういつも通りの思いつきでやってますから。もうそうです、ファジーな感じで、脚本ないですからね、この頃ね。あ、脚本書いてやったのもあったし、そうですね、書かないでも本当にアドリブで、もうノープランですよね、基本的に。すごい、そうそう、ノープランね。とはいえね、はい、こうね、こう切り取ってみると、うん、歴史を感じますよね。こう、そうですね、初めて聞く人もいると思うんですけど、月刊イオシスよっていう存在自体が、はい、こう最近ね、イオシスを知ったと、あ、履いてないで調べたという人にはさっぱりわからないです。これちょっと説明してもらえると、どちらかにかまで説明してもらえるか。あ、そうですね。社長ですか。あ、拓也さんに説明してもらいましょうか。あの、今日いるんですけど、まだ一言も喋ってないんで振ってみようかなと思ったら、いや、月刊イオシスよっていうのは1から5までね、出したんですよね、うん、CD を昔、はい、うなずいてますけど、なんで喋らないんですか。多分あれだと思うんですよ、ヘッドホンが聞こえないっていう環境にはこうなんか反抗してるんだと思うんですよ。あ、いや、ちょっとね、収録機材の関係でね、ちょっと今日はいろいろ不調じゃないんですけど、ありまして、のっぽさんです。あ、喋りましたね、のっぽさん。なんでのっぽさんはだって喋らないキャラ。そうきたか。説明しづらい面白さですけどね、難しいね、今のね、うん、ゴンタ君抜きでのっぽさん。じゃあ代わりにゴーホーって言ってますから大丈夫。ゴーホー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 、いっぱいいる、いっぱいいる。ゴンタ君ばっかりじゃない。3匹が3匹いるんだ。ちょっと多いな、それは入れない、これこれでゴンタ君いらないよ。しかもゴンタ君一人でももういっぱいいっぱいですからね。絶対ね、無理ですよね。で結局、はい、じゃあその すごい前、2000年ぐらい前に、うん、こういうジングルその言い方は語弊が、2000年前になっちゃう。2000年の時くらい、はいはい、2000年頃出してました、あの CD をね。で1から4までは1枚ずつでしたが、ボリューム5は3枚組で出しましたね。土地狂ってますね。またゴンタ君が出てますけどね。まあでもすごいですよね、こういうの。あれですか、今後の CD とかこうにやっぱりこうジングルとして入れてくるんですか。拾い上げてこう、あ、そっかそっか、リメイクとかもやってくる。過去の、ね、リメイクね、あ、面白いものについてはやっていきたいですね。そう、うん、なるほどね。まあ、逆にこうね、次世代のが入ってると、うん、その自治ネタが入ってると、うん、なんかその頃を逆にそこを直さないで入れた方が面白い場合も多々あるとは思うんですけどね、最終的にはね。そういうのやっぱ自治ネタは避けてるんですか。自治ネタ、自治ネタ、ああ、
比較的、いや避けてるわけでもないか、やったりもしてますよね。そう、ただトイレの時代が将来来るかっていう問題がまた、トイレ問題だね。1トイレ多彩性とかがない限り、あんまり意味はない。ひどい世界だな、いとはいえね、トイレ問題がね、こう、トイレ不足、都市化で、うん、都市化でこう、ね、問題になってって、1人1家庭1個ちょっと多いんじゃないかって言って、もう一回共用に戻そうかっていうね。うん、君ちトイレあんのすごいっていう時代が来るんじゃないかな。すごい、うわ贅沢だなおいみたいな、俺んち2つあるよみたいな、そういう時代が来るんじゃないかなみたいなね。そういう、まあそういう時代の時にまたね、拾い上げてトイレを作っていただければ。ああ、いいな。なるほどね。深くないですけどね。博士、博士は何かを語った最後に深いなとかってまとめようとしますよね。深くなくても、ね、深いんだ。その深さを説明できないことが深いっていうですね。深さを証明してる言葉でしょ、言えるってのはもうね、まあね、まあね、確かにね、当然そうです。説明しきれない、そうですよ、面白さとかはね、結構。さっきもだから収録現場の向こうの山で遊んでる子供もいましたが、はいはい、さっきから子供たちがいて、はいはい、あの面白さもこのウェブラジオでは伝えきれない。ただ子供を見てると面白いぞってことだけは、遠くから見てるのが一番楽しいですね。近くで見たらもうムカつきますから、それだけです。博士的にはね、遠くから見てあげるのが一番いい。いや、一応説明しますとね、この社長スタジオからですね、窓から見ると雪山が見えるんですよ。いや、北海道なんですよ、ここ札幌ね、うん、雪が大量に降って 山にも積もってて、そこで滑り台、滑り台みたいに、ゴンタ君ですか、錦町ゴンタ君呼んできましたんで、滑り台みたいにその雪山で遊ぶわけですよ、滑って。そう、最初はスコップで滑ってたのにね、どんどん気にしないでスライディングしたり飛んだり元気だなって、いろんなこと思いましたからね。あの良さも伝えられない、伝えれないですね、はい、っていう話ですよね。深いっていう、僕がまとめに、まとめに、はい、ね、これだけ時間かかるわけですよ。それだと雪山で遊ぶ子は深いねって言った方が片付くんじゃないかっていう、こう博士的な、博士心、親心ならぬね、博士心、はい、まあ、ゴンタ君用語で言うとおー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 っていう感じなんですけどね。それはまあ伝えてきたなりました。なるほどね。ありがとうございます。というわけでね、今回の放送をお送りしました。社長と博士と、そして、有馬 Y さんのマネージャーさんと、拓也さんと、あずささん。はい、今更ながら名前出ました。ちょっと紹介、いつしようかってタイミング逃しつつ、5人でね、お送りしました。また次回お会いしましょう。